そういえばもじゃもじゃさんいなくなったけど大丈夫か。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回はスパイファミリー第2話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察、たまにゲーム配信もしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、スパイファミリー第2話ね、今回も完璧すぎるね1話の内容でございました。もう最高だよ、この30分の充実感がねすごいんだわ。まあ、今回は新キャラ出てきたんですけども、メインキャラである、妻役ヨルさんということでね、いやーかわいいのよ。アーニャの学校の三者面談に、あのお母さんが絶対必要だということでお母さんを探す話になるんですけども、そこでね出てくるのがこのヨルさんはね、いや昼間はこの市役所として働く女の人なんですけども、まあ、実は凄腕の殺し屋ということでね、殺し屋とスパイと超能力者がねついに揃ってしまうっていうね、すごいとんでもない家族なんですけども、またヨルさんのね殺し屋の姿がめちゃくちゃかっこいいし、エロいのよね。エロかっこいいんだよ、うん。でも仕事場のパーティー行くときはね、ちゃんとおめかししてね、この小物をつけたりさ、ちゃんと口紅塗って化粧したりしててさ、そのおしゃれしてる姿も可愛いし、蹴りでグラタンをこの回避する時の太もも、足、いやエロいだろあれあれね、ちょっとキュンときちゃったよね、ついつい、うん、ちょっとはしたないんだけどそこがまたいいみたいなね、うん。そして極めつけはあの手榴弾プロポーズよ。てっきりあのね盗んだ指輪でプロポーズするのかと思いきや、それがなくなったと分かった時にすぐ近くにあった手榴弾をこの指輪代わりにしてこうプロポーズするっていうね、あれはかっこよすぎるだろ、憧れるよな、あれちょっとかっこいいなと思って。まあ、実は俺あの花火をバックにねプロポーズしたんですけども、いや花火よりもかっこいいなって、手榴弾の爆弾でプロポーズすればよかったなと思いました。まあ、でもそんな2人をねくっつけたのがやっぱりアーニャのアシストがあったからこそっていう、この超能力で2人の心を読み取って、あ殺し屋、スパイ、ワクワクってアーニャは娯楽に飢えていたっていう、あのナレーションも面白かったし、まあ、結局アーニャがね、一番の功労者だったかもしれません。まあ、感想はそんな感じなんですけども、ここからね小さな解説をちょっと何個かしていきたいと思います。まずオープニングですね。オープニングは今回からあの流れたんですけども、めちゃくちゃ可愛くておしゃれなオープニングでしたよね。ヒゲダンさんはさすがでございます。最初はこの可愛い絵柄で話が進んでいくんですけども、サビに入る前で明かりが消えたと思ったら、そっからはデフォルメの絵からいつも通りのかっこいい絵になって、このスパイと殺し屋の2人が描かれていくっていうオープニングで、いやこれもねめちゃくちゃいい演出だなと思いました。で次、夜の職場の時にあの女の人たちが話してた内容なんですけども、20代後半の女が怪しいって言われて通報されたっていう話があって、まあ、捕まってた、だからヨルさんも結婚した方がいいよって、怪しまれるよ、危ないよっていう話だったんですけども、まあ、多分それ本当にスパイの女だったんでね。実際ロイドもそのスパイ狩りが最近頻発してて、俺の分の仕事が増えて忙しくなってきているって言って、あのもじゃもじゃもね今密告ブームだからなとか言ってたんで、ここはねその話とつながるところだと思います。うん、てか夜の職場の女どもみんなクソすぎんか特にあのメガネが意外と陰湿で、あの最初はちょっとお前やめなよみたいな雰囲気のキャラかと思ったら、あのバンバン言ってるっていうね、一緒に、うん、一番立ち悪いなと思いました。まあ、次に仕事中のヨルさんなんですけども、最後にこの全員ね やり終わった後にこう手を洗ってね、いやどうしましょうみたいな、私家事はお片付けしかできませんのって言ってたシーンがあったんですけども、このセリフと同時にね全員をやっちゃってるシーンが出てるので、あお片付けって そっちのお片付けねっていう面白い言葉遊びのシーンでした。次にパーティー会場でヨルさんのことを褒めるロイドのシーンなんですけども、いかがわしい仕事してるんですよ、どう思いますみたいな、素敵ですみたいなことを言ってたんですけど、その、まあ、自分の人のためにこの汚れ仕事をするみたいな、それは誇るべきことですよみたいな、すごい真剣に言ってくれてたシーンがあって、この時にヨルさんがハッとして めちゃくちゃいい顔してるんだけど、まあ、この時に結婚を決意したのかなって。実際この後車に乗った時にすぐなんか言おうとしてたんでね、提案があるんですみたいな言おうとしたらカーチェイスが始まってたので、まあ、ここでね決意したのかなって。意外に惚れやすいっていうもう今まで多分恋愛経験なかったんだろうね、弟としか関わってこなかったから、あと殺ししかなかったから、もうちゃんとしてこういう自分のことを素敵だと言ってくれる人がいなかったんだろうね。だからちょろいね意外にちょろいっていうね、めちゃくちゃ優良物件だと思うんだけど、なんで本当モテなかったんだろうって謎ですけどね。次ロイドのことをヨルさんが蹴りで助けるシーンなんですけども、まあ、見てて分かる通りヨルさんの
体術ってめちゃくちゃ強いんだよね。めちゃくちゃ強くて、単純な戦闘力なら多分ロイドより全然ヨルさんが強いんですよ。まあ、実際パーティー会場に行った時も、全員この場で殺してやろうかみたいな武器なしでも全員余裕で殺せるような自信を持ってるんですよね。でもちょっと抜けてるところがあるから、ロイドともし戦ったとしたら、まあ、ロイドの方が勝つのかなっていう感じですね。で、次に2人でこう逃げてる時に、結婚しませんかって急にヨルさんが言うシーンがあるんですけど、そこでロイドがこけてるわけじゃないですか。あのこけてるシーンは素でこけてるんだろうなって、プロのスパイとして、まあ、仕事中にこけるなんてことを絶対するわけないんですよ。ロイドが聞かれて素のロイドが出ちゃって、こうこけちゃうっていうね、ちょっとここでなんかアーニャと関わることでロイドの中に心の変化が出てきてる証拠なのかなって、いいシーンでしたね。で、最後にね、原作との違い一つだけあったんですけど、まあまあちょっとしたセリフの違いなんですが、もうカーチェイスをしてる時に、あの方は何ですかって言って、いや精神科の患者がちょっとヒステリックになんか暴れてるんだみたいなことを言った時に、あそうなんですねって返して、あ信じたいうシーンがあるんですけども、原作の方ではそこの信じたっていうセリフがアホで助かったっていう風になってるんですよね。確かに今考えると、このアホって言っちゃうのはなかなかね、良くないなっていう表現だと思うので、まあ信じたっていう風に直したのはね、いい改変だったかなと思います。はい、ということで以上スパイファミリー第2話の感想と解説でございました。いかがだったでしょうか。よかったら皆さんの感想もぜひぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。